はいどうも、サクスタイルでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。サクスタイルでございます。ということで今回もね、まあサーチ&デストロイ、スローバックでね、やってきたサーチ&デストロイをバックに話していこうかなと思うんですけど、まあこの回ね、あっと危ねえマイクさん落ちちゃった。この回ね、なんかね、多分リスナーさんがいて、サクスタイルさんみたいなこと言ってたんだけど、まあコミュ障爆発しちゃったサクスタイルは、まあ一切もう喋ることなく嘘ちょっとね、あの風邪ひいてて今でね、その時もね、もう声ガサガサで鼻水ずるずるで、まあ、ちょっと話せなかったんだっていうね、こんな声で喋るのはちょっと申し訳ないっていう感じでちょっと無視してたんだけど、まあちゃんとありがとうっていう気持ちはあるんでいつも見てますって言われてね、ありがとうって思ってたんで、まあそれはね、よしとしても、今回何を話すかっていうとね、皆さんジョーブログって見てます？YouTube でジョーさん金髪の革命児みたいなチャンネル名ではないか、そんな名前でやってたかな、わかんないけど、まあ、とりあえずジョーブログですよ。まあみんな知ってるよね。そこそこっていうか結構有名だし、もう最近すっごいなんか急上昇チャンネルみたいなのにいっぱい彼の動画がね、載ってたりするし、多分みんな知ってると思うんだけど、なんていうのかな、まあ、最近化けの皮が剥がれてきたなっていうサクスタイル的にはね、化けの皮が剥がれてきたなって思ってて、まあ、いいんだけど、サクスタイル彼みたいなね、綺麗事というか、世界は美しいから美しくあってほしい、だからみんなのことを応援して綺麗事言って頑張っていこうぜみたいなね、ああいうスタンスね、全然嫌いじゃなくて、サクスタイルも大好きなんですよ、綺麗事。世の中金だろうとか、努力したって全員が全員報われるわけじゃないとかいうね、言葉も間違いじゃないし、それはそれで合ってると思うけど、まあそう言っている世界よりも綺麗事を言ってる世界の方がね好きなんですよ。ただちょっとねちょっと彼の動画を見てたんですよ、久しぶりにっていうか、まあ、ちょこちょこ見てんだけど、見てて、まあ、ホストクラブに、お邪魔したみたいな動画、昨日か一昨日かなんか結構新しめの動画を見てたんだけど、やっぱね、知ってる世界のことだからこそちょっとなんか美化してないかっていうもちろんお邪魔して、もちろんね、ホストクラブにお邪魔して動画を撮ってるわけだから、それは悪く言えないっていうのもわかる。多分普通ならちゃんとギャラ交渉とかもあるはずだと思うんだよね。そのジョーブログが収益目的でやってるし、営業中にお邪魔するし、まあなんか知り合いとかじゃなければ、普通はちゃんとお金なりなんなりとかを払ってやると思うけど、まあそこら辺がどうなってるかはわからないけど、まあお邪魔して言ってるわけだから、悪いことは言えないっていうのはわかるんだけど、にしても、なんか、みんなの絆が強いとか、助け合ってるとか、なんかその女の子を騙してるわけではなく、そのなんかこう生きる希望を与えてるみたいなさ、そので女の子のインタビューもなんか私を変えてくれたからなんか好きになったみたいな言い方してるし、なんかね、いいところだけをピックアップしすぎてて逆に嘘くせえまあなんだろうな、そもそもまあ綺麗事ばっかりの情報ブログだからもうそれでもいいんだろうけど、なんかね、やっぱ知ってるサクスタイルからするとそんなんじゃないぞっていうね、夜の仕事の世界、足の引っ張り合いだし派閥はあるし、ほんと売れてない子はクソみたいな生活を強いられるし、
借金あるやつなんてザラだし、あとは何、それこそ葉っぱやってるやつだったり薬やってるやつだったりもいっぱいいるし、なんか幸せなところなんて本当にもう砂の中バーって手突っ込んで探して、一生懸命探して一粒のビー玉じゃないや、ダイヤモンドとか砂金を見つけるぐらいの大変さな気がするけどね。全体で、夜の世界の全体で見て幸せな人たちを探すっていうのはそんぐらい大変だと思うんだよ。でもあの動画ではさ、当たり前のように従業員同士が信頼し合ってるとか、確かにそういう店もあるかもしれない。で、彼が行ってるとこって関西の方でしょ、だから若干東京の方とは違うのかもしれないけど、まあそれにしてもなんかそういうあったかくて絆があって女の子も幸せになって全く悪いところがないみたいな感じはやっぱありえないと思うんだよね。だからもうちょっとね、ああいうジョーブログみたいなね、こう中に入り込んで実態を見てくるみたいなやつならば、そのドキュメント的なね感じを撮るならもうちょっといいとこ悪いとこ見せてほしいなってラグスタイル的には思ったけど、まあでも嫌いじゃない。みんなはどう、綺麗事言ってる人とかそういうのあんまり好かないでしょ。ザックスタイルもね、高校ぐらいまでは綺麗事でどうなんだよみたいな、幸せなれんのかよみたいなタイプの人間だったけど、やっぱね、よくよく考えていくとね、こんな今みたいな、こんなさ、日本こんな時代でさ、こんな苦しい時代でさ、その中でさ綺麗事も言えなくなったらさ、そんな世界さもう終わりなんだよ。綺麗事が言えない、綺麗事さえも言えない世界、すごいギスギスしてる世界じゃん。ザグスタイルはそんな世界で暮らしたくないなって思ったわけよ。いや、あまりにも暮らしにくいでしょう、綺麗事が言えない世界。なんだろうな、頑張れば夢は叶うとは言わないけど、頑張れば夢は叶うかもしれないよ、頑張ればどうにでもなるかもしれないみたいな、頑張ってるやつじゃなきゃ夢は叶わないでもいいよ、ちょっと苦しい世の中だから。頑張ったやつだけ自分の夢を叶えられるチャンスがやってくるでもいいよ。でもそういうちょっと綺麗事寄りの考えを持てないと悲しすぎるでしょ、世の中。まあ確かに頑張ってるだけじゃ幸せにはなれないし、そりゃ生まれだったり家柄だったりその境遇みたいなのもあるだろうし、やっぱりもう金持ちの家系はずっと金持ちの世の中だからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、その普通の一般家庭からお金持ちになり上がるっていうのは並大抵の努力じゃ無理だし、ほんと一発逆転が起こらないとありえない時代にはなっちゃってるけど、やっぱ金が全てみたいなことは言いたくないかなと思う。あのマインクラフトのあの人知ってる？なんだっけ？マルコスじゃなくてマイケルだっけ？何ちゃんだっけ？マルクスさんさ、マインクラフト作った人、創設者だっけ？あの人はさ、マインクラフトを2700億円ぐらいでさ、マイクロソフトにさ売ったでしょ2680億で売ってさ、でマルクス本人には13億ドル、だから日本円でさ、1500億円入ってきたんだよ。でもその人はそんなに大金手に入ってもうマジで億万長者だけど、なんか幸せではないって言ってるじゃん、なんかもう孤独なだけだって。やっぱ誰も信用できないし、もうそうなると
前の方が全然幸せだったってその人は言ってるし、やっぱお金じゃないんじゃないって本当に思うよ。やっぱある一定数を超えると収入がね、なんか幸せ指数はもう上がらないっていう研究結果もあったし、だからみんなもなんかね、もうジョーブログの話全然もう関係ないけど、みんなもなんかこう綺麗事が言える世界を楽しんでほしいなって、サグスタイルは、彼の動画を見て思いました。ということで今回の動画は、サグスタイルでした。こんな取り留めのない動画で申し訳ないけど、次の動画を見てね、バイバイ。